さあ生放送でお送りしております沈黙の金曜日、今夜のゲスト登場していただきましょう。こんばんは。こんばんは。ビヨンズの東京都出身22歳の石岡玲奈です。今年乗ってみたい鉄道車両は九州で走っている特急海幸山幸です。よろしくお願いします。お願いします。何て言った？今年乗ってみたい。はい、あの私石岡は鉄道が大好きなんですけど、うん、今年乗りたい鉄道車両は、うん、九州で走っている特急海幸山幸と言いました。海幸山幸どの辺走ってんですか？それは、宮崎とかを走っている広い車体で、うんうん、あと木目調がこう特徴になっている車両なんですけど、うん、私はまだ見たことがないので実際に見て乗りたいなと思ってます。いわゆるこの乗り鉄とか撮り鉄とかいろいろあるじゃないですか。はい、あれがどこに属するんですか？私は座り鉄と自分では座り鉄の乗り鉄とは違う。乗り鉄は多分乗ってこうモーターの音を聞いたりとかっていうのが、うんうんうん、多分こう好きな方が多いと思うんですけど、うんうんうん、私はあの座席に座って車両ごとに、うん、座席の柔らかさを比べるっていうのがすごく好きなので座り鉄と言わせていただいてます。変態度を極めた方ですよね。すごいね。あんまいなそうだよね座り鉄でも。そうですね、私の身近な方々の周りでもあんまりいないので、ちょっとこれからも極めていきたいなと思ってます。タモリクラブもね見据えて ね行けるね、はい、ちょっと後ほど詳しくお話聞きましょうね。はい、よろしくお願いします。そうということで今夜は3月3日にトリプル A サイドシングル激辛ラブ、はい、そしてナウナウ人間、はい、そしてこんなはずじゃなかったをリリースしたビヨンズから市岡玲奈さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ビヨンズ初登場、はい、とって令和にデビューしたハロープロジェクト、ビヨンズは地下鉄そして雨の森川海 はい、シーズニングスの合体グループ、はい、市岡さんは地下鉄のリーダー。はい、地下鉄なんかイントネーションも難しくて、うん、その地下鉄ではなくて、うん、地下鉄っていう地下鉄、はい、ちょっとこう難しいイントネーションのグループです。へえ、うん、だから大江戸線の歌とかって違うっけ？あ、そうです。どんな歌だっけあれ？めっちゃ好きだったんだよな俺。本当ですか？ありがとうございます。トレイ大江戸線の六本木駅で抱きしめてっていう。あ、それ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 よくかかってたもんね。 ありがとうございます。あ、なるほど、そういうことなんだね。はい、ということで市岡さん、先ほどもお話出ましたけど鉄道ファンとしてもおなじみだそうで、 山手線駅名一周すべて言えることはもちろん、東京メトロの路線名とカラーをすべて覚えていたり、はい、さらには電車の椅子の座り心地を比べることが好きなどの情報もございます。うん、今一番熱い地下鉄の路線どこですか？私はこう自分の中で一番座り心地がいいなと思うのは大井町線の6線系なんですけど。大井町線なんだ。はい、でも最近こうちょっとこう順位が上がってきてるのが、うん、総武線の5万系が。総武線、総武線、あ、総武線か。そうです、5万系も結構いいなというふうに思ってます。冬場なんかは暖房入ったりね。そうですね、するじゃないですか、ふくらはぎら辺に。あ、ふくらはぎら辺によくできてるよね、ほんとね。そうですね、嬉しい、ね、寝ちゃうよね、あれね。はい。じゃあ山手線のさ、なんか駅パッて言ったら隣の駅言える？あ、言えると思います。うぐいす谷、うぐいす谷、御徒町と上野。御徒町って違くない？うぐいす谷そうだっけ？御徒町の隣ってだって上野、うぐいす谷全然違えじゃん、一応か。あれ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 まあ地下鉄ですもんね、好きなのはね。はい。いいが潔いな。上野と西日暮里。日暮里？あの、もう調子いい時は言えるんです。え？調子いい時は言えます。あ、調子いい時は。ちょっと調子悪いんだ。あの、さっきちょっとこう、あの、眠、ちょっとこう寝てた時間がありまして。
地下鉄だったら全然行けちゃうんですか？まあいろんなね入り組んだところもあるでしょうか。そうですね、なんか駅というよりかは、そのなんだろう、極めてるのがやっぱり椅子の柔らかさとかで。あ、そうか、変態なんだよな、そっちか。でもなんだろう、あのメトロだったらその何々線って言っていただければ色は言えると思います。副都心線、副都心線、なんか茶色みたいな俺のがパッて今すぐ出たよ茶色ってザラッとしてんなじゃあアンケートいきますか。はい、ね、はい、アンケート書いていただいております。はい、まずこちらいきましょう。最近一番テンションが上がったことは、こちらがですね音楽アプリでどの曲が次に流れてくるかわからないシャッフルモードにしてよく聞くのですが、その時に聞きたいと思っていた楽曲が流れたこと電車じゃねえんだ、はい、テンション上がったことそうですね、あのこう一番その最近、テンションが上がった時はそれでした、確かに、ね、あるよね、なんか自分の今の気持ちにぴったりなメドレーで流してきて怖くなるような時あるもんね、心を読まれてるんじゃないかなと思うんですけど、でも全くこう違う、あ、今その曲かっていう時もあったりもするので、逆にね、ぴったしになった時はすごく嬉しいなと思います。新幹線で富士山見えた時に糸流れた時泣きそうになったもんね、なんかそれはもう結構嬉しいですね、オアシスでもいいけどねあ、いいな、オアシスもいいね。何かあのほら自分たちの曲以外ではどんな曲好きなんですか、アーティストの方とか。私は最近よく聞くのが、なんだろうな、なんだろうな、めっちゃ考えるじゃんですね、私最近聞くのが、安室奈美恵さんの、あのヒーローは、おー、もうリリースされた時からすごく大好きな曲なので聴いてます。いいね、あれはどの場面にも合いそうだね、なんかこう勇気が出るというか、すごくこう、あ、今日頑張んなきゃなとかいう日には聴いて一日テンションを上げてることが多いです。いい歌だね。スポーツ選手とかでもね、確かになんか聴いてる人いたな、あれ試合も。じゃあね、最近やってしまった失敗何かございますか。こちらが、はい、誕生日のメンバーに当日0時ちょうどにメールを送ろうと準備していたが、気づいたら寝てしまい朝になっていた。はい、0時ちょうどって女の子は多分待つもんね。そうですね、やっぱりこう自分が誕生日の時も、こうちょっとこう期待をしてしまう部分もあるので、でそのなんかこうやっぱり自分も一番に送りたいっていう気持ちもあったりするので、つい最近こう3月16日にメンバーの高瀬くるみちゃんが22歳の誕生日を迎えて、その時に0時ぴったしにも文章 もう打ってあと送るだけで待ってたら、もう寝ちゃって気づいたら朝になってました。あるな、はい、朝じゃダメなんですかいやちょっとこう気持ち的にはあの一番に送りたいので、一番がいい、まあ、朝だとちょっと出遅れた感があるかなと思って、なるほどね、はい、そっか、半端に朝で昼とか送っちゃうぐらいだったら、その日の逆に日付がもう終わっちゃうっていうギリとかに滑り込みセーフみたいなのもちょっと良くないですか。ああ、それ考えたことなかったので、次誕生日のメンバーにはちょっとやってみたいと思います。あ、いやでも、送れるんだったらすぐがいいじゃないですかお前弓木お前弓木だななるほどね、じゃあね、続きまして、自宅で過ごす時間が多くなりましたが、何か身につけた、こと、もしくは身につけたいことございますか。時間があるなと思った時は常に体を動かすようにしている、今後の自分にプラスになるようなで、プラスになるようにできることを見つけて行動していく。結構ね、ざっくりした感じで書いていただきましたけどもそうですね、あのこれは、あの最近こうまたパフォーマンスする機会が結構増えて、あ、そっかそっか、でも去年はなかなかこうライブとかもできない状況が続いていたので、あの最近だとこうやっぱり体力を上げていかないといけないなっていうのを改めて気づいたので、お風呂上がりにストレッチだったり、あとはこう筋トレとか、
まあ、なんかこう一緒に動画を見ながら体を動かしている方と一緒に自分もその動きをするっていうのとかはしています。うん、もう自宅筋トレみたいな。そうですね、なんか今だと結構こう動画サイトとかに、うん、あのこういう筋トレがどこどこに効きますとかっていうのを上げてる方がいらっしゃるので、そういう方の参考にしながらやってます。ああいう動画でさ、ダンベル代わりにペットボトル上げてる人いるじゃん。はい、うん、あ、いますね。ね、あれ聞くん？いや、ペットボトルのチャレンジしたことはないんですけど。うん、俺ちょっと、うん、でも市岡さんに責任を負わせようかな。あのペットボトルダンベル代わりって聞くん？確かにな。ダンベルでやった方がいいかもしれないですね。そうね、深くちょっとね、少ないよね、はい、水だとまだ。そうなんだよね、はい、ね、ちょっとね、軽すぎる時あるから、うん、じゃあね、これちょっと長めに、お話になりたいと思うんで、はい、我々アルコ&ピースにおすすめしたいもの、うん、ベスト3教えてくださいということで、はい、第3位ですかね、家のどこが落ち着くかの検証、はい、そして2位メカブ。わかるな、はい、抜群にうまい時あるもんね、メカブね。そして1位が鉄道車両の椅子の座り心地比べということで、はい、家のどこが落ち着くんですか、一番市岡さんは。あの、私は自分の部屋の窓際の隅っこです。うーん、窓際の隅っこ、ベランダ寄りってこと？はい、あ、そうです、そうです。あの、寝ると冷気がちょっと出てくるようなとこ。あ、そうですね、写真のどっからね、ちょっとこう涼しい感じのが来るところで、あの、その家にいることが多くなってから、うん、どこが自分のこう過ごしやすい場所なのかなって思って、うん、まあ、リビングに行ったり、うん、ベッドの上だったりとか、うん、いろんなところにこう長時間居座ってみた結果、うん、一番落ち着くのが、うん、その窓際の部屋の隅っこだったんですよ、うん、真ん中じゃなくて隅っこっていうのが自分的にはポイントで、うん、背中も乗りのしかかれる、でこう空も見れるっていうところで、そこになりました。わかんないけど、あの、長屋梅酒の CM で佇んでいそうな場所だよね、うん、あ、確かに、グラス持ってね、多分なんか美味しくいただけそうなところだと思います。で、その角でメカブを食べるんですか？いや、あの、メカブはちゃんとあのリビング の, あのテーブルのところで食べます。メカブおすすめしたい。はい、あの、私最近こう食べることが増えて、うん、今までも好きだったんですけど、食べること増える。あの、家に常備されるようになりまして、うん、メカブが。で、あの、もずくとかも好きなので、うんうん、結構食べる機会は多かったんですけど、前から、うん、でも最近本当にここ1、2週間、うん、朝食べるっていうのが私の日課で、うん、あの、ちょっと酸っぱいんですけど、うん、それがこう目覚めに効くというか、うん、すごい、あ、1日ここから始まるぞっていうので、うん、こうメカブにご挨拶しながら食べて、うん、行くっていう、こう仕事に行くっていうのが今の日課です。じゃあ朝ご飯派なんですね、米派。あの、パックのやつか。そうですね、お米派ですね、どちらかというと。ああ、パックのあるよね、メカブね。はい、あれだ、バキが裕次郎とご飯食べるときにいろいろ入ってんだろうけどみたいな感じで言ったやつだ。ああ、ね、あれか、うん、はい、ですよね。メカブだっけ、あれは確かね。そして、鉄道車両の椅子の座り心地比べ、今ね、手元にも、はい、資料があるんですよね、市岡さんが。面白いな、これ見てんの。はい、南武線って固めなんだ。あ、そうですね、確かに鶴見線、横浜線だから鶴見線、川崎をなんか横断してるような。本当だ、線はちょっと硬いんだね。なんだろうね、これと、なんかあんのかな。でも多分こう鉄道会社さんによってこう違うのかなとか思ったりするんですけど、うん、そう、最近だと、まあ、その椅子の柔らかさとか硬さもなんですけど、うん、デザインも結構凝っている車両も多くて、背もたれのデザインとかも最近は気にするようにして、うん、日比谷線がすごく私的におしゃれな日比谷線、感じのデザインで、あの、やっぱり通勤に使われると思うんですけど、通勤だったりとか移動に、
でもその中でもこう落ち着きというか、うん、ちょっとでもこう気持ちを安らかにできるのが、うん、鉄道のこう私は一ついいところなのかなと思うので、うん、あの細かいこうデザインだったり、うん、あのその左派の車両だったら結構静かな感じだったりとか、うん、そういうふうにこう過ごしやすさも最近は鉄道車両はなんか求めているところがあるのかなと思うので、ね、座席一番多い色ってやっぱ緑ですか？緑とか多いなと思うのは青系が結構多い気がします。青系ね、はい、いるね、確かに。で、そうですね、あとはちょっとこうピンクと赤の間みたいな色とかも多くて、でもあの見た目が柔らかそうだなと思って、うん、座っても意外と硬かったりとかする時もあるので、うん、あのちゃんと座ってから評価するっていうのは、うん、すごく大事かなって思いました。なるほど、一回曲聴いて落ち着きますね。はい、はい、曲いきましょうか、じゃあ、うん、お願いします。はい、ビヨンズで激辛ラブ。さあ、生放送でお送りしております沈黙の金曜日。改めまして今夜はビヨンズから一岡レイナさんリモートで出演してもらっています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここからはですね、3月3日にリリースしたトリプル A サイドシングル激辛ラブ、ナウナウ人間こんなはずじゃなかったについてお話を伺っていきます。はい、どんな作品になってますかこちら。はい、今回はですね、うん、3曲ともビヨンズらしい個性的な楽曲になっているのですが、うん、1曲ずつ簡単に、はい、ご説明させていただきますと、1曲目の激辛ラブという楽曲は、うん、女の子の恋心を辛口に歌った、うん、何度も聴きたくなる楽曲です。さっき今、うん、あのかかっていたと思うんですけども、ね、うん、もうずっとずっと頭の中に何度もメロディーが流れてくるような、うん、そんな、はい、楽曲になっていまして、うん、2曲目のナウナウ人間という楽曲は、うん、今のニューノーマルな今の時代だからこそ歌えるビヨンズからの皆さん、聴いてくださる皆さんへの応援ソングになっています。うん、そして、3曲目のこんなはずじゃなかったという楽曲は、うん、あのアイドルとして今は活動させていただいているのですが、うん、想像とはちょっと違う活動をビヨンズは結構しているので、うん、その今の活動を自虐的に歌っている楽曲なのですが、うん、振り付けはお笑い芸人のイモアライズカツカリチョウさんがしてくださって、結構コミカルなダンスになっているので、うん、そこにも注目していただきたいなと思います。うーん、こんなはずじゃなかったって思う活動とかって例えばどういうことをやるんですか、ビヨンズ。ですね、うん、あのデビューシングルのメガネの男の子っていう楽曲があるんですけど、うんうん、曲いいよな、ビヨンズって。もう知ってるわ、耳に残る。ありがとうございます。こ、うん、の楽曲はあの寸劇からスタートする楽曲なんですけど、うんうん、あの普通だったらダンスの振り付けをやって、うん、っていうことが多いと思うんですけど、ダンスの振り付けの前にあのセリフの紙をいただいて、うん、寸劇のお稽古から始まったので、うんうん、こうちょっとその活動、ビヨンズとしての活動が始まる前から、なんかこう劇団なのかなっていうような節がこうちょっとあったりだったりとか、うんうん、あとはあの、うん、結構小道具をビヨンズは楽曲でいろいろ使うことが多いんですが、うん、卓球のラケットを使ったり、うん、あとブロワーっていう、うん、あの風が吹く、うん、はいはい、ものを使ったりとかしていて、うん、なかなかアイドルの方が普通だったら取り入れないようなことをビヨンズは結構やっているので、うん、それをこう、まあ、自虐的に歌っています。まあ、こんなはずじゃなかった、うん、一回そのミュージックビデオを見ようっていうことですよね。あ、そうですね、結構ミュージックビデオには、うん、その今までの小道具だったりとか、うん、あとビヨンズはあの衣装が結構いろいろあるんですけど、全部あのみんなお揃いの衣装ではないんですよ。うん、こうバラバラ人によって、うん、あの役とかもあったりするので、うん、その役に合った衣装があるので、個性的なその部分とかもミュージックビデオでは見ていただけるかなと思います。うん、ビヨーンズもビヨーンズだもんね、名前。そうですね、英語表記がね、はい、うん、O が5つあります。ちょっとコミカルなね。はい、確かそう、日本の DNA もそうなんだ、ビヨンズなん。あ、そうです、日本の DNA ってやつでしょ。はい、そうです。すごいな、なんか
ありがとうございます。こちらレコーディング振り返ってみていかがですか、いちょこさん。はい、レコーディングは、うん、あのディレクターさんに結構アドバイスをいただきながらやったんですけど、うん、レコーディングで一番楽しみなのが、うん、終わって自分たちの声が入った曲を聴けるのがすごく楽しみで、うん、実際に自分たちの声が入ってどこにどのメンバーがソロを歌ってるとか、うん、で自分がどこの歌いなのかとかもレコーディングしているときはわからないので、あなるほど、終わってから歌いとかを見てするっていうのが結構、そうなんだ、はい、多いので、へ、あここなんだとか、あ意外とここなんだみたいなんだ。あそうです、あります。あのルッカララブっていう今回の楽曲では、うん、私感想明けの、うん、一言ずばりあなたのために甘えた恋などしたくはないっていうところを歌わせていただいているんですけど、うん、結構そこの部分が何回もあのレコーディングした場所でなかなか自分的にうまくいかなかった場所ではあったので、うんうんうん、あそこがいただけたんだと思って嬉しかったです。あそこを担当になったんだ、感想明け。はい、なりました。うーん、逆にすげえ自信あった歌入れでも仕上がってきたら、あこんな感じかみたいなのもあるの。あそうですね、自分がこう、あここをもらえるように頑張ろうとか、うん、ここちょっと自分来るんじゃないかなって思ってたとこでも、うん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 、歌い見たら違うメンバーだったりとかもあるので、うん、あそっかっていう気持ちにはなるんですけどでもまた次に頑張ろうっていう気持ちにもなれるので、ね、面白いねそれね。はい、作り方、なるほど。ジャケット写真の仕上がりはどんな感じになってますか。はい、曲ごとにあのジャケットがの写真があるんですけども、あの激辛ラブのジャケットはこう激辛料理のパッケージみたいなデザインになっていて、うん、あのなんか大きい鍋に赤いもの、うん、多分辛い料理のものが入ってて、うん、そこの上に激辛ラブって書いているんですけど、うん、でメンバーもそのコックさんとかウェイトレスとか、あのレッツアラブのミュージックビデオが、うん、謎の激辛料理店っていうのがテーマになっているので、うん、そこでこう働いているコックさんとか、うん、ウェイトレスとかのこう衣装をみんな着ているんですけど、うん、あのそうい う, こうちょっとやっぱり個性的な部分もジャケットではこう感じていただけるのと、うん、逆にこんなはずじゃなかったのジャケット写真はもうブリブリなアイドルのこう方々のジャケット写真にもありそうな風な、ビヨンズにしてはなかなか珍しい可愛いジャケット写真になっているので、私はあのこんなはずじゃなかったの通常版の方のジャケットの写真が結構お気に入りなんですけども、結構可愛いのでそこもあの見ていただきたいなっていうのと、あとナウナウ人間っていう楽曲では、ね、はい、あの、うん、ロボットの手にビヨンズのメンバー12人いるんですけど、うん、が乗っているっていうジャケット写真がありまして、こう MV にミュージックビデオにあの実際にロボットが出てくるので、そのロボットの手に乗っているっていう感じなんですけど、全部こう一つ一つコンセプトが あるので、どれ見ても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ミュージックビデオ見ればさっきのね、なんかこのそうですね、こんなはずじゃなかった的なアイドルらしからぬちょっと姿なんかも、はい、あ見えますね。あなるほど、なるほどね。ナウナウ人間とこんなはずじゃなかったもミュージックビデオあるんだよね、だからね。あはい、3曲ともナウナウ人間もじゃあそのロボットのなんか、あそうですね、うん、あの最初はこうちょっとビヨンズの秘密基地みたいなところからミュージックビデオが始まるんですけど、ここからこうビヨンズがその世界というかその地域をあのなんていうんですかね、ロボットであのなんていうんだ、こうジャックしていくっていうコンセプトがあって、街のこうビジョンにビヨンズがメンバーが出て歌って歌ったりとか、ロボットもツアーを飛んで街をこう飛んでいたりとかっていうミュージックビデオになっていて、絶対渋谷 ス, プランあのスクランブル交差点のやつもジャックするじゃん。そうですね、ありますね、うん、はい、あの、うん、薬局のとことか、うん、そうです、そうです、結構こう、うん、実際にあるところのもうこうミュージックビデオがあったり、アルタでやるでしょ、
そうですね、あと今回のナウナ人間の衣装が珍しく結構みんな白で統一された衣装で、うん、普段だったらみんなバラバラな色とりどりな衣装が多いので、うん、結構こうシンプルなこうビヨンズの部分というかシンプルな感じをね、うん、見ていただけるんじゃないかなと思います。なるほどね。いやプレゼント等かよ、すごいな本当に。手元に資料なかったらすごいことだよこれ思い出しながらプレゼンしてたの、ね、今資料ないよね、はい、今はあのこうちょっと自分で、うん、あのこういうこと喋ろうかなっていうのをメモして、うん、すごいな、喋ってます。ハロプロさん、そうだよね、ちゃんとちゃんとしてるんだな、ハレハロプロさんって。でもあのなんか自分でこういうのを言おうと思っても、うん、書いてあることとこう違うことを言ってしまうことがあるので、うんうん、天才やね、ちょっとこう意味ないんですけど、でも一生懸命あのあ今メモガン無視してすごい、ね、あ今あのそうですね、ちゃんと見てるんですけど、うん、見てる部長と違うこと多分言ってます。今度さ一岡さんうちの弓木とラジオやってみない二人で俺が休んだとね、ぜひぜひ。そうだよ、はい、よろしくお願いします、ね、さあということでいろいろとお話聞いてきましたがそろそろお別れの時間でございます。今後の予定など聞かせてください。はい、はい、今ハロープロジェクトではハロープロジェクト2021春花鳥風月というコンサートを行っています。こちらのコンサートはハロープロジェクトの全メンバーを4チームに分かれて公演をやっていまして、うん、私一岡はチーム花として活動をしているんですけれども、うん、いろんな全国各地に行かせていただくので新しい形のコンサート、ハロープロジェクトのコンサートをぜひ見に来ていただきたいなというのと、うん、あと4月16日からは、うん、ビヨンズの主演舞台があるんですが、うん、眠れる森の美容という主演舞台をやらさせていただくのですが、うん、こちらはどんな内容になっているのか、うん、どういう役を演じるのかというのは見に来ていただいてから実際に見に来ていただいて、うん、その世界観を楽しんでいただきたいなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。 SNS もやってます、一岡さんは。あ、そうですね、ビヨンズの公式の Twitter、うん、インスタグラム、あと最近 TikTok もビヨンズはアカウント始めまして、うんうん、動画とかも更新していますので、うん、ぜひチェックよろしくお願いします。皆さんチェックしてください、はい、また遊びに来てください、はい、一岡さん待ってます。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではお別れにもう一曲聞かせてください。曲紹介お願いします。はい、3月3日にリリースになりましたビヨンズのセカンドシングルの中からこんなはずじゃなかった。